悪性リンパ腫で入院している元フジテレビでフリーの笠井信介アナウンサー、57、が23日、フジテレビ系、特ダネ、に病室から生出演。近く退院できことを明かした。笠井アナはニット帽子をかぶってリモート出演。おかげさまで退院できることになりました。最悪1年の入院と言われていたのですが、4ヶ月半での退院で、全国の皆さんから応援のメッセージをいただいて感謝しています、と報告した。ただ、笠井アナは女優でタレントの岡江久美子さんが新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなったことに言及。ただ岡江久美子さんの訃報で、そういった喜びというのは全て吹き飛びました。というのも、岡江さんは私と全く同じ時期に癌の治療をされていて、その治療のために重症化した可能性が高いという発表を聞いて、私だけでなく全国の癌患者の皆さんが自分は大丈夫なのか、私もこれで退院していいのかと。みんな心配しているんですよ。番組 MC を務める小倉智昭も熱心に笠井アナの言葉に耳を傾け、とにかく良かったよね。退院することが決まって、と声をかけた。